負け,ます負けましておめでとうございますおめでとうございますえっと年末が大晦日試合終わってからどういう風に今過ごされたんですかえっと家に帰って戻ってきてディズニーランド行って練習して今日です<おー> <laughs> し あのまずあの会場に行って埼玉スーパーアリーナ入りました。その時にはどう思ったんですか。なんか迷子になっちゃったんですよね。迷子。<laughs> 場所が分からなくて駐車場から入れなくて<ー>もう全然わかんないじゃんって思いました。で入ってみてこうね準備して、はい、なんかいつもと会場違うなとか思ったんです。 そうですね。大きいなって思いました。あのリング上で練習っていうかはされたんです、はい、そうですね。リングチェックの時に少しいつもとリング違うなっていう感じはあったと思うんですけど、ど,どんな感じでしたか？いつも基本ケージが多いんですけど、リングでで選手もいっぱいいたんで人多いし、あんまり動けないなってあ<ー>。<laughs> <laughs> で、試合までの時間は長か結構長いかったと思うんですけど、そんなことないですかめっちゃ長かったですね。まず開会式あるじゃない開会式までもまず長いじゃないですか。そうですね、2時間ぐらい空いて。うん、その間はなんか緊張したりとか、かその、なんていろんな感情は別に持たなかった。<laughs> 全然緊張とかはなくて、ご飯食べ、お腹空すいてご飯食べて、お菓子食べて、 休んで、アップして試合って感じです、うん。開会式出ます、お客さんわーって言います、その会場にまず行った時の気持ちはなんか、入場、選手入場の時に、転んじゃったんですよ、あのあ階段上がるらはに、はい、後ろから出る時に <laughs>、階段で転んで、だからもう、うわ転んじゃったしかも <laughs> <laughs> その場面も映ってるそれは映ってないんですかそれは映ってはないんですけどあのちょうどスクリーンからスクリーンっていうかみんながパッて出てくるこの階段後ろの階段を上がるときにこ,うここでズコって転んで <laughs> やばいって思ってめっちゃ恥ずかしいと思って一人で思いました。で、まあ、開会式終わってそこからまた何時間か待つじゃないですか。はい、えー 自分としては緊張するタイプですかそれともまあ全然普通全然普通ですねおで試合がどんどん進んでいって自分の番がありましたねテーマ曲流れて,てい。場に行くじゃないですか、はい、なんかいっぱい写真撮ってくれてる人がいて嬉しかったですおこんないっぱい人がいるんだとか思いませんでしたそうですねいっぱい人いるなって思いました なんかあの人にやられるっていうかここなんかそその部分でこう圧倒されたりはしない。あんまりないですね。あ<ー>わあ。なるほど。嬉しかったです。で試合やるじゃないですか。はい。えっとどういうゲームプランで使、えー、えたんですかね試合えっと攻めるゲームプランです。 展開作ろうとしてゲームしました、うん。なんか早めにとかそういうのも含めて、試合前は面白い試合をしたいって言ってたじゃないですか。そうですね。特にき決め決め切ろうっていうか、そういう決めに持っていくっていうような想定はしてなかったんですけど、まあ常に攻めるっていうような意識で試合に臨みました。あの浜崎さんはその。 伊沢さんが思ったよりも、ど、どんな感じでしたですか。軽かったですね、思ったよりも。おお。軽かった。はい。うん。それ、あとは、どんな組んでみての印象とか。あとは、アームロックが思ったより強かったです。うん。どういう選手だと思ってたんですか、試合前は。あ、もう、本当に、そのまんま、寝技が強くて。うん。 打撃もうまくてってっいうようよなイメージです、ね、噛み合うっていうようなことを多分試合前言ってたと思うんですけど、はい、自分としては噛み合ったと思いますそうですね、噛み合って、うん、あの結果になったのかなって思います。なるほど、えっと、すごい驚いたんですけど結果も含めて結構完封に近い形で負けるとは思ってなかったので、はい、周りの反応とか伊沢さんはどうでしたんですかやっぱすごい SNS とかだと、驚いいいいてる人がいっぱいいました、うん、自分からするとそれはもう別に私からすれば普通っていうか、驚くことでもない。まあ、普通っていうよりも、勝つために練習してきたので、それが結果になって嬉しいなっていう感じです。試合後のマイクは、何か何を言うか決めてたんですかいや その時出てきた言葉を話して、棒読みになっちゃいました。<laughs> あの、女子格っていう言葉はね、その、私は大好きだって言ってたじゃないですか。はい。うん、なんか、その、えっと、藤井さんとか、伊沢さんあ、あの、浜崎さん、あんまり好きじゃないみたいなこと言うけど、私は大好きですって。<laughs> はい、<laughs> 言ったと思うんですけど。な、なんだろう。はい、な、その響きがいいんですか、な、なんだろう。 いやなんか多分根本的にその女子の格闘技を盛り上げたいっていう思いは姫栗さんとか浜崎さんが言うように同じ気持ちを持ってて、うん、でもなんか女子格を否定しちゃうのは、えっと、<ー>違うなっていうような自分の中に違和感があって、はい、でやっぱり自分は、えっと、ジュエルスで。 やってるじゃないですか、はい、なので女子の格闘技は本当に面白いなって思っててなるほどでやっぱり女子格っていう言葉が嫌なんじゃなくてその女子の格闘技がその下に見られるっていうかう必要とされてないのが多分嫌なんじゃないかなっていうのが自分の中にあってそれをしゃべりました。なるほどう あの大晦日かは自分以外の試合だとなんか気になるものってありましたか、えー、あんまりないですね。<laughs> あの <laughs> いや、パクシュー対レーナはあまあ、あそうなったんだって感じです。あ,<ー>あんまり見てないんですよね。ああ、なるほど。そうか。はいまあ、もし、ああ戦うことになったら後で見ると思うんですけど、多分それまで見ないですね。なるほど。 男子の格闘技とかあんまり気にならないんですかあんまり格闘技見ない、なんかこれを見たいって言って見るのがあんまりないですね。なんか決めてるシーンとかで自分の見たいやつだけ見るって感じです。ああ。伊沢さんはなんていうのライバルとかそういうなんていうのかな気になる存在っていうのはこの格闘技のジャンルじゃなくてもいいんですけど誰がいますかライバルライ。ライバルもしくはこの人みたいになりたいとか、こ,このひ なんだろうわかんないちょっと全くわかんないんですけどスポーツ選手でも芸能人でもなんでもになる人、うん、弟に頑張ってほしいですああフーガ選手はいはいないですね<っ>その他はなんでもいいですそれはな,なぜですかフーガ選手にやっぱり弟なので <laughs> 兄貴にも頑張ってほしいと思ってます。なるほど <laughs> お,兄ちゃんお兄ちゃんには痩せてもらって <laughs> 頑張ってほしくて弟は試合とかで、はい、練習では強いので試合でそれが出ればいいなって思ってます。なるほどなんかキ,ンキングレーナーさんとすごい仲良くねあの なんかセコンドついたりとかされてるじゃないですか弟さん弟がうんそうですねどんどんやらかしてほしいですけどねいや弟には正統派でいてもらいたいと思いますわ <laughs> かりました <laughs> そうなんだねあんま気になる人ないんじゃいないんですねそうですねそんなに人に興味がないですねあなるほどそれは昔からそうですね全く<あ>柔道の選手とかも全く知らないし うん、全然、興味が出ないです。うん、はい今年は4試合とか5試合とか結構やりたいって言ってたじゃないですか。はいであの浜崎さんとのもちろん再戦も含めてだと思うんですけどはい誰か戦いたい選手とかそういうのはいるんですかあんまり考えてないんですけどオファーが来たらしたいなと思います。でも はい、今年の目標はその二冠王になることですかね。<laughs> はい、そうですね。うん。なるほど。わかりました。そっか。試合終わってみて、何を一番聞かれますか。うん。地元に帰っての反応とかはど、どどんな感じですか。まあ、やっぱり、その格闘技好きなファンの人とかは。すごいみたいな <laughs>、言ってくれるんですけど。別に、自分の周りは、そんな変わらず、普通に。 接してます、うん、特別なんかすごい反,反響があったとかいうのも特に今のところないですかそうでですすね SNS ぐらいですあなるほどでもなんかあんあ本当あの伊沢さんが勝つにしろなんかき金さんっていうか接戦になるんじゃないかとも思ってたので、はい、結構圧倒的な伊沢さんの勝ちだったのでちょっと驚いたんですけど。はい 自分も驚きました。うん、すごい接戦になる想定をしてたんで、あ、そうなんだ。今回はうまくハマったのかなって思います。何が一番勝因は何だと思いますか。やっぱでも切り上げがすごい効いてたなって思います、ね、ああ、なるほど下からのやつか。はい。うん。でも一応あの浜崎さんが一応現現在というか一番一番女子格闘技のあの四十九キロというところのトップなんですけど、はい。 うん、そのトップの人とこう肌を合わせてみて、どうなんだろう、うん、次は次来るとしたら、すごい浜崎綾香で来る可能性もあるじゃないですか、タイトルマッチになったら。ね、怖さみたいな特に。いや、まあ、常に誰とやる時も怖さはありますね。うん、あ、もう体は全然あの無傷っていうか、そんな痛いところもなく。そうですね、今回はノーダメージで。おおそうか。 すいません。いやでもあの、なんだっけ、終わった後ディズニーランドに行けたんですね。そうですね。4日 ?4 日昨日うんいや一昨日ですね。一昨日。混んでたんですか混んでました、結構。そうなんだね。ディズニーランドはちなみに何が,何が楽しかったですかえっと、スペースマウンテンが一番好きです。あコロナ禍でも結構人がいるんですね。じゃあ そうですね。意外と多くてびっくりしちゃいました。わかりました。そうか。じゃああと今日取材して、今日雪すごい降ってますけど。はい。困ってます。<laughs> <laughs> そうだね。わかりました。<laughs> すいません。あの次また試合がねあの近いうち決まるとは思うんですけど決まったらまたぜひ。はい。お願いします。また頑張ります。